はい、どうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。参加傾む加減これね、ラストチャンスね、20連ずつ参加やってノーフォーラーだったんで、ちょっとねラスト10連もう一回やってみたいと思います。一応ね元気ドリンクも溜まってしまって、あとねフレンドさんに結構お助けしてもらってしまったので、まあ、せっかくだからね参加攻略したいなっていうことで、そうして、しかもね元気ドリンクもめちゃめちゃ落ちてね、助かるよね。10連少年サンデーコインももらえてるし、22個ドロップだね。なのでちょっとこれ2番目のアカウントなんですけど回していきましょう。一応ね3赤とも30連目なんで、Z 以上は確定なんですよ。なんでいきましょう。ちょっとねメインアカウントが Y ポイントまだちょっと溜まってないので、メインアカウントだけ最後にやりたいと思います。一応 Z 以上確定かな。そう、せっかくコラボなんだからねクリアしようよということで、キャラも少ないしさ、ウォッカはこのアカウント持ってるから、でもどっかに虹が入ってるはずな、 Z 以上が。で、ウォッカが来たらさよなら。でも32個あればさ、Y ポイントもたまると思うんだよね。ウォッカ以外頼む。ウォッカ以外、止まってくれ。すごいな。これは多分 ZZ 以上だと思う。おー、よかった。そうなんですよ、今回灰原が超強いので、そう、やっぱ灰原やんなきゃね。 APTX4869、 これなんだかわかる？これは何ですかね、型番ですかね、なんかのあー、よかった、来てくれたよ。よかった。今回ね、もう灰原がすごい強キャラなので、まあ、この前のね、あんたバカーにしてほしかった。あんたバカーじゃなくて、あんたバカーはあれだよね。綾波レイなんで、なんかなかったっけ？あんたバカみたいなの。コナンはね、あんま見てないんだよね。ジンと、奈落ね。なんて可愛いんだ。はい、ということで、このね、スキル2が種族効果アップなんで、ZZZ のね、種族効果アップってのはものすごくて、このアカウント持ってねえか。このアカウント持ってないな。すごいんですよ。ちょっと別アカウント、あ、そうだ、カイラだといいかな。ZZZ の種族効果 20% アップ。なんかもうちょっとあったような気もしたけど、ちょっと後で仮面ライダーのやつの方見せようかな。はい、という感じで、よし、これで、いけそうですね。とりあえず3赤いけそうですね。32個。はい。じゃあ、2番目のアカウントいきましょう。じゃあね、これ2番目のアカウントで、3番目のアカウントいきます。はい。これ3番目のアカウントで、ギリギリ4500ありますね。これもね、ブレンドさんがすごい強くてね、ちょっと申し訳ないな。8まで倒してもらっちゃいましたね。元気ドリンク23個で、ほんとすいません。やっぱこれはね、クリアしなきゃいかんということで、はい。ちょっと参加クリア頑張りましょう。24個ね、なりましたね。32個と24個。メインアカウントは26個ぐらいあったはず。はい。50個はね、超えてますね。ということで、このアカウントも、ウォッカはあるので、さっきこのアカウントもね、はい、Z 以上確定なんで、いきましょう。トリプルハイバラ期待したいな。トリプルアムロさんいるんだからな。
ちょっといいね。ハイバラがとにかくね、いいんですよ。行きましょう。そうだ、あの仮面ライダー見ればわかるはず。さあ頼む。ウォッカはなしよ。また金だな。ちょっとやだな。さっきはモルジアナが出まくったけど、ウォッカじゃないくて、うわっ、ボン、真ん中、おお真ん中、おお真ん中、ああ来たか。3赤来たよ。3赤目指せるね。これメイン赤だけダメかもしれない。そうなんだね、やっぱね、コラボってこうなんだよ。だから私がね、私がコラボをね、コラボってこうなんですよ。今までおかしかったんだよ、うん、よかった。三赤が灰原いけっかな。うりゃ、オッケー。ということで、ちょっとメイン赤はこの後もしかしたらやってないかもしれないです。ワイポイントがね1000ぐらい足りてなくて、灰原は確か灰原で9000ダメージなので9万ダメージか。なんかとりあえずぶっ込めばいけんじゃねえのっていうね。しかもこれなんだっけ、タップでデカプニーだからね、溜まった状態でスタートじゃねえのか。なのでまあとにかくなんかね、ウルトラマンとかうまく使ってやればなんか一発ぶちかませばね、ミッションクリアできると思うので期待したいですね。多分種族効果アップはこの仮面ライダーやっぱ 20% か、 ZZZ が 20% か。はい、なんで 20% アップが期待できんじゃないでしょうか。はい、じゃあメインヤカ行きましょう。やったよ。しかもさ、最近全然クリアしないからもう必殺の秘伝書めっちゃあるっていうね、余りまくって、もうこれ灰原にもうぶっ込みまくっちゃうよっていうね。はい、そんな感じですよ。スキルももう、もう最近のイベントほとんどスルーだったんでもうめっちゃ溜まってるっすね。ワイポイントは綺麗にゼロですが、9とね10やればシャンプーとかなんか普通に来なかったな。いっぱいなんか賞は余ってたんだけどね。はい、じゃあメイン赤いきましょう。いいね、もう全部ぶっ込むよ。はい、灰原ねゲットできました。ということでこれでねだいぶでかいっすね。これで一応10万ダメージ出したんだけど 20% っすね。はい、これメインアカウントでして、ようやくね4500溜まったんでいきましょう。こちら74回の6回はねサブアカの何でしたっけ、灰原ダブルアタックでなんとかね元気ドリンクなしで突破しやした。元気ドリンクは一番持って、あ、でもあっちが超えたか。32個に負けてねえかな。あ、落ちてねえや。残念だな。まあいいか。でも29個のままですね。はい、いいんじゃないでしょうか。もう55個超えましたね。じゃあ行きましょう。ちょっとね、あのタイミングでポン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 と引けば、灰原いけたような気がするんですけど、さすがにトリプル灰原はねえか。さあ、ちょっと運落としていきましょうか。トリプル灰原ないか。行きましょう。 Z は確定。いやー、このイベント正直ね、灰原がいればもう完璧なんだよね。金は変わんねえんだな。さあ頼む。
応ね、Z もないので、ウォッカの確率が一番高い。頼むよー。頼むー。さあ、金。ポン。どっかで止まるはず。ポン。ああ、お願いします。ウォッカ以外。ウォッカ以外。ウォッカかー。ということで、メインアカウントはダメでしたけど。まあ、じゃあ他の2アカウント頑張りたいんだけど、他の2アカウントはね、あれなんですよ。取り巻きが倒せないんだよな。まだ諦めてはいけない?ボン。ということで、まあちょっとね、奈落は3アカやりましょうかね。こっちは特攻なし攻略でも、まあね、55個ぐらいドロップだから30足して85個ぐらい元気ドリンクあるので、あとね、サブアカたちはあのフレンドさんのおかげで奈落進んでんで、奈落トリプルゲットはいけそうかと。でちょっとジンはな厳しいんですけど、まあでもいいんじゃないですか。はい、今回はこんな感じでした。トリプル行きたかったね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあいっか。あー、惜しかったな。なんか灰原もう10連貯めたらいけるような気がするな。特攻なし攻略やってて4500貯まったらまた行こうかな。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら。灰原だけ欲しかったな。ね。